はい、皆さんこんにちは。みなです。坂です。ピロワークです。今日からちょっとだけ東海3県を旅したいなと思いました。ということで今日第一発目。伊勢に来てます。伊勢神宮に来ました。人がいなさすぎてやば。そうだね。まあ普通はいつもお正月に来てるからもう人混みがやばい。確かにお正月と比べるとね、余計に人がいなくていい感じですね。ちなみに皆さんが知ってるかわからないけど、私はもう4週間めちゃくちゃ頑張ってダイエットをやってて、けど伊勢に来たら食べ歩きをしないとダメでしょ。なので今日はちょっとダイエットをやめて好きなものを全部食べて明日からまた頑張るって感じかな。お腹ペコペコなんですけど、ちょうど今ね、おかげ横丁の入り口です。なの、食べよう食べよう。これよりおかげ横丁、おかげ横丁へようこそ。最初に食べなきゃいけないのが何？いつもおかげ横丁に来て一番最初に食べるのが伊勢うどんです。伊勢うどんもいつもねめちゃくちゃ並んでね、待ち時間とかあるんだけど、今日はすんなり食べれそうです。食べに行きましょう。一番シンプルな伊勢うどんでいいんじゃない？月見伊勢うどんとかでもいいけど。多分前回これを食べた気がする。じゃあ月見にする？月見の伊勢うどん1つ。はい、ありがとうございます。待ちましょう。そんな熱い？意外と、下でもつ熱っ。伊勢うどんの特徴は、まあ、そんなにスープがなくて、あとうどん自体がめっちゃ柔らかい。そう、柔らかい。コシがないうどん。全くコシがない柔らかい、ぐにゅーんとしてる。いただきます。ちなみに4週間ぶりの炭水化物だよ。体壊れるんじゃない？口の中で溶けてるのような食感。タカが撮影してる間に私はどんどん食べてます。半分残しておかないと喧嘩になるよ後で。食べるスピード全然違うんですけど。これが日本の食べ方です。完食。うどんが終わったけどまだ腹ペコペコだよ。何食べましょうかね。あ、ちょっとあるじゃん。コロッケ、コロッケしよう。コロッケ、イエーイ。いつもなんかこのルートで。コロッケ、僕のコロッケマジでおすすめ。普通のノーマルコロッケね。1人1個ずつ。2つ。ゲット。今マスクのままで食べようとした。それちょっと難しくなった。コロッケを出して、うまそう。あ、写真撮ってない。食べるよ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 。食べるのが減った。食べたかった伊勢うどんとコロッケを食べて、今からプラプラして新しいものを見つける。めっちゃ招き猫。
招き猫のお店。すごいね、全部招き猫じゃん。招き猫神社だ。かわいい。かわいい。これさっき調べたら見つけた。伊勢焼きうどん。めっちゃうまそうだけど。これ食べたら終わりだね。次来た時かな。そうだね。見つけた。これ。何？あ、団子。団子。タカの大好きな大好きな団子。俺団子大好き。そうだね。タカヒロ。みたらし団子。4種類があるんですけど。あるね。これをそうだね。焼いた団子。そう。醤油団子とみたらし団子。一本ずつする。みたらしと黒蜜と醤油。一本ずつください。悩むね。どれから食べればいいの？これ一番気になってるね。黒蜜。タレがすごい。量がすごくない？たっぷり。テカテカ。熱い。うん。ドローンって感じ？うん。でも思ってた以上に甘くない。まあ甘いけど、日本の優しい甘さ。どこでそんな表現を覚えたの？わかんない。タカの一番好きなやつが？みたらしか。うん。うん、うまっ。もうだいぶお腹膨れてきたんじゃない？私もめっちゃお腹いっぱい。もう最近そんなに食べてないから。でも食べたい。何何？プリンを見つけた。飲む生プリン。めっちゃ気になる。ダイエット中じゃなかったっけ？今日はダイエットを忘れましょう。飲むプリン欲しくない？食べよっか。うまそう。あのプリン飲んだことないんですけど、飲みましょう。ちょっと失敗です。私はゼリーが好きじゃないから、このプリンがちょっと合わない。ゼリー抜きでって言えばよかったの。知らなかった。プリンだけだったらめっちゃ美味しい。この長い食べ歩きができる道が急に終わった。今からあれだね。伊勢神宮のお参りだね。今から中に入ってきます。レンゲみたいなやつがない。レンゲみたいなやつ。そうだね、ないね。左上がって、右上がって、ついて、左もう一回洗うって感じだったっけ。もう一回このおかげ横丁の部分通るから、最後何か食べてから帰るかな。そうだね。もっと食べたい。もっと食べたい。何か食べましょう。はい、はい、お二人様ちょっと落ち着いてますので、そのままでどうぞ。何寿司？テコネ。テコネ寿司。テコネの意味は何？わかりません。わかんない。でもすごい有名な漬け丼。情報がなさすぎてやばい。テコネ寿司わかったよ。OK。何？三重県で有名な手でこねて作る寿司だからテコネ寿司なんだって。で、カツオやマグロなどの赤身の刺身を醤油ダレにつけて酢飯と合わせて作った
か。めっちゃうまそう。食べたことないからめっちゃ楽しみにしてる。完食だね。はい、おすすめ。美味しかった。めちゃめちゃ美味しい。かき氷に赤福とシロップ。でも唯一赤福氷だけが並んでる。今日でも行列ってことは諦めましょう、ね、今伊勢がもう終わって車に向かってます。三重の一番下のところに展望台があって、うん、景色めっちゃ綺麗らしい。そこに向かうってことね。ちょっとドライブしてノープランですね。ノープランで、ノープランでそこにちょっと向かいましょう。行ってきます。誰もいないところに来ました。これは行きたい展望台じゃなくて、なんか道途中にあるオウム岩。そのオウム岩に今からちょっとだけ見に行く。行きましょう。疲れた。別に遠くなかったけど、展望台に登って景色がすごっ。ここになんか聞き場というところがあって、そう、ここでなんかを聞くところ。下の方に語り場だ。じゃあタカがここで待ってて、私はあっちでちょっとなんか喋って、ここで聞こえるかどうかを試してみる。ハエが怖いね。あそこにね、レナがいるところに語り場ってのがあって、こっちに聞き場ってのがあって、こっち語り場って書いてある、この小さいところに。本当に聞こえるのかな。行くよ。タカはバカだ。バカバカバカだ。本当はタカのことが嫌いだ。ケムシさんがいる。聞こえた？何も聞こえないよ。残念。今日の最後のスポット、横山展望台に着いた。ここにいるけど、展望台ってどこ？めっちゃあるよ、テラス。めっちゃ広い展望台ができてるね。景色は？すごいね、広。タカが綺麗なパノラマを撮ろうとしてます。カメラで伝わらん。諦めた？もうここは自分で来ないと伝わらないと。やっぱりあそこでなんか養殖してるよ。うん、なんか牡蠣かなと思ってた。牡蠣、まあ真珠だね。あ、真珠の養殖と、あとは青さのりの養殖。この辺り、三重の鳥羽島あたりはそれが有名でしょ。今日はいつの間にか終わりましたね。終わっちゃいましたね。めっちゃ美味しい食べ物いっぱい食べて、まあお伊勢さんもお参りできて、展望台に行って景色とかも楽しめたし、うん、ちょっとだけ散歩もできたし、だいぶ歩いたね。久々にだいぶ歩いた。この動画が面白かったならいいねボタンお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。